内部において存在する順位等級のことである。本校では特に日本の公務員の階級について解説する。日本における公務員の階級制度は自衛隊や警察などの社会の安定維持に関わる公務員において特に厳格である。これらの組織では法令に基づいて階級が定められており、昇進、昇級、役職など全てが 階級によって決められる。現在の日本社会の中でも、自衛官、警察官、消防臨、海上保安官の階級は最も法律的、組織的効力が大きいと言える。これらの組織で階級が上がることを承認という。また、法令に基づく階級を持たない、公務員でも、裁判官や検察官、自衛官以外の防衛省職員などは、 職務の重さに応じて官名が改まることになっており、これが実質的な階級故障となっている。地方公共団体の一部で見られる、職層別の職員の職の故障なども、こうした階級的故障の一種とみなすことができるだろう。さらに、一般には、事務官や議官、事務理員や技術理員といった、官名、職務名のみしか与えられていない多くの公務員も、 法給表によって、給与の被体と担うべき職責の重さに関する基準が存在しており、先に述べた、職層階級に応じた、係員、主任、係長、主査、課長補佐、室長、課長、次長、局長、特別職といったような事実上の階級的な区分を有していることが普通である。以下には、法令上、階級とはされていないが、 職責の上下を示す、階層別の故障として用いられ、実質的に階級とみなし得るものを含む。第二次世界大戦前には、武漢である軍人及び、文漢のうちの公安職員に階級が存在したほか、武漢及び、文漢のすべての管理が、新任官直任官総任官、半人館に等級付けされていた。なお、半人官の下には、 天皇の任命体験ではなく、観光庁との死契約に基づいて勤務する、雇用人と呼ばれる下級の職員がおり、これらも、階級の一部を成していた。また、公務員制度の過渡期であった、戦後の短い時期には、旧直人間が一級間、旧総人間が二級間、旧半人間が三級間と呼ばれて存続したことがある。昭和十二年制定の議員事務局法。 国会職員法が制定当初、国会職員に、三次、副三次、主次、主次法の職会を設けていたり、現在も検事が一級、二級などと呼び分けられているのは、この名残である。以下には、戦前、戦後に存在したが、現在は消滅している。階級故障を有する管理、公務員を列挙する。性格を着せば、統合、陸、海、空の、 各幕僚庁警察庁長官、消防庁長官、海上保安庁長官、海上保安官は、階級ではない役職名であるが、専用の階級章があり、最高位級の階級としての扱いを受けているため、便宜的にここに記す。公務員以外の民間企業や宗教団体などにおいても組織上の職階にとどまらず、軍隊や警察の階級を模倣した。 階級制度を制定している場合がある。船員、警備員、救世軍人、人宮演手などはそれにあたる。ありがとうございます。